かは、日本のプロレスラー。本名は、桃田力。ジップは、プロレスラーの桃田光を、祖父は力道山。土浦日本大学高等学校時代に、レスリング部に所属。日本大学法学部卒業後、2004年に、プロレスリング、ノアの練習生になるもデビューに至らなかった。その後、スポーツインストラクターに転職するも再び。 プロレスラーとなるべく2013年2月に天竜プロジェクトに入団して練習生となった。父の桃田光雄や織原正雄より指導を受けて12月16日、力道山没50年追悼記念工業にて、力のリングネームでプロレスデビューを果たした。父の光雄と組、織原と野沢論外のタッグと対戦。光雄が論外を沈め勝利した。第2戦は、 2014年1月4日のスターダム、氷山ビッグパレット、福島大会、東日本大震災復興支援、チャリティーイベント福島ドリームボリュームに、ニューイヤーズスターダムフェスティバル食、ビミフェスタ。父、三尾男とのタッグでバイじいちゃん、広木組と対戦。三尾男が、じいちゃんを下して勝利。第三戦は、二千十四年一月十三日の時、ウィンガー自主工業。 ルチャウィンガー・リブレで、折原正夫と組高井は隆一ヒロキと対戦。第4戦は、2014年3月に、折原正夫が主催するメビウス。初のシングルとしてヒロキとのシングルで対戦するも、敗北。その後は、リアルジャパンプロレスや東京グレン対事試工業にも参戦。マシタ・ハヤト&、ウルティモ・ドラゴングラン・ハマダ VS 力&、折原正夫&、 桃田光雄の試合が組まれた。グレンタイ工業では父、光雄と組、高木三四郎と今なり有名人のタッグと対戦。2015年後半よりプロレスリングフリーダムズに定期参戦。バラモン兄弟と結託して、リングネームをフリーダムズ限定でダースバラモンに改める。その後、リングネームを力に戻し以降も参戦継続。2016年にはフリーダムズにて、 試練の七番勝負が行われ、番外戦と合わせた急戦で、第2.5戦のリングアウトと最終戦で三勝を上げた。2018年10月21日、全日本プロレス、横浜文化体育館大会にて、田尻が保持するがオラ TV チャンピオンシップに挑戦するも敗戦。12月9日、西新宿ミノシマビルで行われたサブロックコンバットにて、ミスモンゴル モンゴルピエロ組、佐野正し結衣組をそれぞれ撃破、世界最強、ミックスドタッグで優勝した。2019年2月、全日本プロレスのリング戦、ジュニア、バトルオブグローリーに初出場。2勝3敗に終わり、優勝戦進出を逃すも、ブラックタイガーの名と佐藤光から主君の勝利を挙げた。12月27日、 かつて練習生として入団するもデビューを果たせなかったプロレスリングの兄15年越しの初参戦。この日は杉浦軍工業であり杉浦隆からの参戦オファーにより参戦が実現した。第1試合で拳王とシングルマッチを行ったが拳王の PFS の前に敗れた。2020年 PPP 東京で自身の代理と称するバブリーチカラがデビュー。 ありがとうございます。